あ、じゃあ、皆さんこんにちは。始め時間になりましたので始めさせていただきたいと思います。今日は研究室紹介で、私の名前は、田中です。で、一応計算論的神経科学研究室で、まあ、計算論から脳を理解するということで我々は研究をしています。はい。で、簡単な自己紹介ですけど、ちょっとオープンキャンパスじゃないや、最初の合宿の時にちょっと話しましたけど、物理をやっていて、2000年にドクターを取りました。その時にまでは、基礎物理学研究所というところにいて、でドクターを取ってから脳科学に入って、コロンビア大学と総合研究所、情報科学研究機構、まあ、ニクト ATR、 そして日田市に、3年ぐらいいて、去年、膠着にしました。で、これ当時僕が学生だった時なんですけど、12年前ですね。その時マスカー先生が所長で、来て、なかなか楽しいところで、で、まあ、こっちアメリカのボスとか、これは、小野村先生、最近亡くなっちゃいましたけど、アハラの副交互効果を見つけた先生、偉い先生です。で、まあ、脳が分かるというのはどういうことかというのに興味を持って研究しています。で、例えばこの伊藤正夫先生というのは、日本で脳科学で多分一番有名な先生で、小脳の学習について一番大変な発見をされた先生です。その先生の本で脳の設計図という本があって、伊藤正夫先生が夏目漱石の脳を東京東大の医学部で見たときに不思議に思った。伊藤先生ですら、日本で一番脳を分かっていると思われている伊藤先生ですら、こんな風に脳は不思議だと思っている。で、まあ、我々としては、まあ、どんな研究をしたら脳が分かったと言えるんだろうかということに興味を持っています。で、他の研究室で、例えばコンピューターを速くしたいとか、アルゴリズムを速いのを見つけたいとか、そういうゴールが結構はっきりしているところがあるんですけど、我々のところはどういうことが脳が分かったか、どうしたら脳が分かるか、そこから始めないといけない。で、まあ、そういうところに興味がある人に来てほしいということです。で、例えば僕は物理やってたんで、まあ、物理とかだと、じゃあ分かるってどういうことかっていうと、まあ、ファインマンなんていうのはもう明確に物理量をこう小数点何桁かまで計算して、実験結果と予言して、まあ、10桁ぐらい合ってる、もうこれは間違ってないでしょと思うわけですね、物理の人は。で、まあ、これはこれぐらいできるといいんだけども、人の行動とか神経活動っていうのは毎回毎回揺らぎがあるので、そういうことで、まあ、こんなに10桁もあるような実験というのはほとんどない、不可能ですね。ので他の理解の方法ということですね。分かったというのは、まあ、必要な情報を見つけること。例えば高校の時の物理で理想気体 の話をしたりすると、例えばこういうふうに一個一個の分子が飛んでいて壁にぶつかって圧力を出すっていうふうに、一個一個の粒子を考えて、理想気体を記述することもできるけど、もう一つ状態方程式ですね、まあ、これ懐かしいと思うかもしれませんが、こういうふうなマクロな変数を見つけてきて、 K を記述する良い変数を見つけてきて、簡単な関係式を見つける。これ3個しかないから、圧力上げたり温度上げたりしたら何が起きるか分かる。だけどこれっていうのは10の23乗個アボガドロ数ぐらいの連立運動方程式になってて、例えばこの粒子がちょっと変わったら、じゃあ全体の K がどう変わるのか、そういうことは分からない。で、分かるというのはこういうふうな全体として何をしているかという変数をうまく見つけて現象を記述することである。で、物理の例と脳科学の例を比べてみると、物理の例は今言ったように、こういう一個一個の粒子を記述する方程式があって、理想気体を記述するこういうふうなマクロな方程式がある。で、一方脳科学の方はこういうふうに一個一個のニューロン100億ぐらいのニューロンがあって、それぞれ一個一個がどういう働きをしているか、こういうような の方程式は、まあ、例えばこういうのがある。だけど全体として何を計算しているか、こいつらが100億集まった時に何を計算しているかということは分かっていないので、まあ、こういうことを目標に頑張っていきたい。で、まあ、標語的に言うと、計算論的神経科学というのは、まあ、数理的手法と思考法で脳の理解を示す。つまり、脳の理解を目指す。まあ、実験的手法ではなく、数理的手法と思考法というのが大事です。なので、結構数学とかプログラミングとか使います。で、まあ、簡単に研究紹介、まあ、今までがちょっと大きい、まあ、どういうことをしているか、まあ、
コンセプチュアルな話で、もうちょっと何をしているかっていうのを話すと、計算論的心理科学や人心理物理、脳機能イメージングを使った、ことをやっています。例えば運動制御 の計算モデルで、例えば運動野が運動方程式をどう解いているかというのは今まで理解されていない。例えばこういう関節角を使っているのか、それともこういうふうな新しいベクトルを使って表現しているのか、それでどちらかは分かってないけれども、例えば関節角で運動方程式を書くとこんなに大変なわけですね。だけどもこういう関節角ってこれですね、それがこうベクトルを使うとこんな簡単になる。でこういうふうに簡単になった式を使って、第一次運動野と呼ばれるあの運動皮質野の、もうそこから脊髄に行って脊髄から筋肉に行くところ、そこで何が計算しているかという計算論を作ることができます。そうすると、例えばこういうふうな、いろいろ第一次運動野とかあの行動とかで見つかっているものをうまく説明することができます。で、もう一つは脳機能解析、脳機能信号の解析法、まあ、テレビで最近あの FMRI とか脳波とかあのいろいろ見ることがあるかと思いますけど、そういう信号を取ってきて脳の中で何が起きているかということを理解するということもやっています。で、まあこういうふうにあの脳信号からこういうふうに、人が何かタスクをやっているときに脳信号を見て、この人がちゃんと視覚的に注意を払ってこの刺激が分かるかっていうのをこういうふうに脳活動から分類するっていう一つの話と、もう一つはまあその解析方法ですね。解析方法の話、信号処理ですね。信号処理の方法をやっています。例えばまあ一つちょっとクイズ的なものをやってみたいんですけど、これいいかな。この左のところに画面が出ます。画面が今出てますね。で、2枚。これ実は灰色の画面にこう挟んで ABAB っていう2枚の画面が出てます。ちょっとよく見てもらって。で、A と B の画面が違ってるんですね。分かったら手を挙げて。1人、2人、3、2人、2人、3人。じゃあもう一回。あまり時間がないのでいきませんけど。分かってる。そこら辺分かってる。こっちの方分かってますね。こっち分かってる。5人、6人ぐらいですかね。どこが変わってました？どこ？床の色。床、そう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 。まあ、嘘ついてないというので、灰色のところを取ると、こんな感じ、あれ、こんな感じだった、だけどみんなこうやってなんか画面出ても一瞬目をつぶると何が起きてるか変わってても気づかないことがあるですね。でそれを例えばさっき言ったように、これみんな一生懸命見てましたけど違ってても気づかなかったでしょ。それを脳活動からこの人は気づいたか気づかないか分かるかと。例えばこういうのを、今ね、こういうこの緑の丸がこの気づいた時の脳活動で、赤い丸が気づかなかった時の脳活動。そうすると脳活動、この信号処理をやると気づいてる時が上に来て、気づかなかった時が下に来る。でこういう信号処理法を使うとこの人が気づいてるかどうかっていうのをデコードすることが、例えばこういうことをやっていきます。であとはちょっと今日あまり時間がないので、あの皆さん興味があったら来てほしいんですけど、プリズム実験と言っていて、こうやって人がプリズムをかけるとここに見えてるのがここにずれるんですね。そうするとここに刺そうと思うとこっちに行っちゃうというような、そういう時に人がどういう学習をするか、でそれで人の運動学習をしている時に人がどういうふうに学習するかというのを研究してたりします。例えば、最初はこういうふうにプリズムをかけてない、ちょっと見えにくいですけど、こうやってエラーが0のところ、プリズムをかけるとエラーがって学習していって、プリズムを外すと逆に出てくる。っていうので、例えばこういう実験系を作って、この人プリズムをかけてるんですね。で、今ここにターゲットじゃない、ここに刺してるでしょ。それを何回かやっていくと、だんだん刺せるようになってで、こういうのを繰り返して、計算論を作って、この人の脳の中でどういうことが起きてるかっていうのをちゃんと説明する。っていうのがこれ、まあ、プリズムです。プリズム学習です。で、まあ、研究じゃないんですけど、まあ、あの副テーマ的な話で、まあ、あの面白そうな
あの副テーマ で電子工作とかそういうの好きな人がもし来てくれたらいいなと思ってるんですけど、ウェブカムで心拍測定、ウェブカメラ撮ってきて人の顔撮って、それで情報処理すると人の心拍が測れるんですね。とか、まあ、アーデュイノ上で、まあ、神経活動、この場合意識ピッチニューロンというのをこの上に乗っけてあのシミュレートしたんですけど、あと、まあ、キネクト使ってこの手と体の位置を取ってあのプレゼンをしたりとか、最近作ったのはこの低価格15万ぐらいでできる、眼球測定システムというのを最近作って、遊んでいます。まあ、研究につなげたいと思ってますけど。で、まあ、国内や国際学会は、まあ、例えばこういう学会とかこういう学会に行っていて、去年は学生さんにあのオータムスクールコンピテーショナルニューロサイエンス、アスコンっていうあの脳が諏訪湖であって、3泊4日ぐらいで全国のこういうことをやっている学生さんが集まって、まあ、合宿みたいなことをすると、それで、まあ、我々あの研究室から2人参加して、でそれであのいろんな人と他の大学の人と交流して、元気になって帰ってくる、そういうことをしてたりします。で、まあ、うまくいけば国際学会とかにも行けるような成果を出してもらえたらいいなと思います。で、まあ、あの共同研究の先なんですけど、まあ、学内では人間情報処理領域で、そこにあの次お話しされます東先生のところと、あのお隣であのセミナーとか一緒にやってますし、赤木先生や宇野先生のところとは合宿やったりしています。で、浅野先生ロボットのところとは時々お話しさせていただきます。まあ、アメリカとか国内でもこういう研究機関と、あの共同研究しています。で、これ学生さんが作ってくれたスライドなんですけど、勉強会もやってます。まあ、ホワイトボードがあって、まあ、これみんなで勉強して文献紹介で、まあ、あの滝波くんはあのという学生が作ってくれたんですけど、彼はあの、売店係なので、こういうふうに売店を買ってきて、こうやって売店で売店をしたりするので、福利厚生もバッチリです。配属希望、まあ、あのちょっと興味を持っていただいたらということなんですけど、一応お願いというか、あのちょっと覚悟してくださいというのを一言言いたいんですけど、あの基礎学力、信号処理とかモデリングとか結構数学とか物理とか、あと文献は全部英語にしますんで、こういうものがないと、こういうのがないと、まあ、どこに行ってもそうでしょうけど、うちの研究室は結構苦労すると思いますので心してください。で、プログラミング、マトラボ、Python、まあ、他に C とか Java とかできてもいいですけど、まあ、ここら辺ができると、できるというかできないと苦しい。あとはあの、まあ、ここら辺はなんか能力的な話で、ここら辺っていうのは、まあ、あの態度みたいな感じですけども、まあ、根気が粘り強く研究してほしいと。で、あの新しい分野なので、あの決して優しい分野ではないので、毎日来て頑張ってほしいと。で、あとは、まあ、あのこういうところを学部でやってるところが少ない、こういうことを学部でやってるところが少ないと思うんですけど、学部時代とは違うことをやりたいという学生さんももちろんあの歓迎します。で、現在の 学生2人いますけど、滝波さんが白化神経網のモデルにおける情報表現の解明で、渡辺さんが脳信号と生体信号を組み合わせたブレインマシンインターフェースの提案で、滝波くんですね、滝波くんはあの石川キャンパスにいて、そうですね、なんかあの研究室の良いところを書いてくださいって言ったら、先生を見てると飽きないところって褒めてんだか褒めてないんだかわからないことを書いてくれて、あと、まあ、なんか野球サークル頑張ってるので野球サークルも来てくださいと言ってました。これ石川キャンパスで、渡辺くんは社会人で東京キャンパスにいます。で、ブレインマシンインターフェースの、あの行動性信号を組み合わせたブレインマシンインターフェースの提案で、まあ、褒めてくれてますね。先生が熱心に指導してくれる、いやいいですねこれ書いてくれると。で、まあ、あの石川に行ったときはよろしくと皆さんに言ってました。で、主テーマで、あと1分ぐらいですね、主テーマ、学生で主テーマでやってほしいのは、まあ、身体運動の計算理論、まあ、主に最適制御理論を使った話とか、意思決定、理論と心理物理学実験での検証、脳機能イメージング信号の解析手法などが、もし興味があれば皆さんにやってもらいたいなと思っています。で、副テーマは、まあ、さっき言ったような電子工作的な話で、ちょっと皆さんにあのもしそういうのあのものづくりが好きな人にちょっと手伝ってもらいたいなと思っています。で、研究室の訪問スケジュールですが、一応なんかあの貼っておきますので、22日と27日で、どうしてもこれが都合が悪いって言ったらメールください。そしたらあの、調整しますので。で、もう終わりなので最後なんですけど、ちょっと暗くて見えませんね。これは僕がイタリアに行った時に、
エリーチェというところに行った時の写真なんですけど、まあ、皆さんに伝えたいメッセージ、最後に伝えたいメッセージとして、まあ、一緒に脳が分かったと言えるような研究をしたいなと思っていますので、意欲のある学生さんはぜひ見学に来てください。以上です。